アクセシビリティの情報サイトアクセル .net がお送りするポッドキャストですけれども今回はえ号外ということでえ日本時間でいうと9月20日の未明に リリースされた iOS6、iOS のバージョン6のアクセシビリティ機能に関してお届けしたいと思います今回はいつもと違って中根が一人でお送りしますお付き合いください iOS6 でのアクセシビリティ関連の変更というのはいくつかあるんですけれどもポッドキャストというメディアの性質上音声関係のもの しか、まあ、まともなデモができませんので、視覚障害のサポートのための機能であるところのボイスオーバーの変更に関する部分、その中でも特にインパクトが大きいというふうに思います、漢字の詳細読みに関する部分について中心的にデモをお伝えしたいと思います。その前に簡単にアクセシビリティ関連の機能について振り返っておきたいと思いますけれども、今回特に大きい えなと思うのがまあ先ほど言いました漢字の詳細読みということに関するものなんですけれどもそのほかにもですね今まではボイスオーバーかズーム画面の拡大ですねこのどちらかは排他的に選ばばなななければならなかったんですねこれが今回から iOS6 からですねボイスオーバーとズームを両方同時に使うことができるようになりましたですのでえ普段は画面の拡大だけが必要で時々読み上げを使いたい人 あるいは逆に普段は読み上げを使っているんだけれども、えー、例えばまあ細かい絵を確認したいとかあ文字を確認したいとかそういう時に画面の拡大を使いたいというような人、まあ、主にいわゆる弱視の視覚障害の人たちですねこういったユーザーにとって非常に便利な改善だというふうに思います。えー、ボイスオーバーとズームを同時に起動しますといくつかのボイスオーバーのジェスチャーが使えなくなります。 具体的にはボイスオーバー単独で使っている場合には、えー、3本指のダブルタップ3本指によるダブルタップで音声のオンオフというのができますけれども、えー、このジェスチャーがですねズームのオンオンフになります、えー。主にズームの場合は3本指を使ったジェスチャーになりますね3本指を使って上下にドラッグすることによって画面の拡大縮小ができると。 それから、サンボイムのダブルタップをした後にドラッグすることによって、どこの部分、画面のどの部分を拡大するかというようなことを変えることができる。そんな風になっています。ちなみに、サンボイムでトリプルタップですね。3回タップすると音声のオンオフ。これはボイスオーバーが同時に動いている場合ですけれども、音声のオンオフができるようになっています。 ですので iOS6 を使った場合は弱視の人の場合はですね、本当に必要に応じて、えー、ズームとボイスオーバーをオンオフすることができるようになるというので、えー、非常に便利だと思います。で、この他視覚障害関連以外での機能としてはアクセスガイドと呼ばれる機能ですね。これは学習障害のあるユーザー向けの機能ということになっているんですが、特定のアプリケーションに限って操作をできるようにする。 つまり、ホームボタンを押してもアプリケーションから抜けられないようになるというような機能ですね。また、設定の際に、そのアプリケーションの中のですね、画面の特定の部分をタッチしても反応しないような設定というのもできます。で、一応これもボイスオーバーと共存できるようにはなっていますので、まあ、あの、例えば、えー、最初、初めて使うとき、 初めて使うような人たちがですね、練習するような、そういうトレーニングのツールとして使うことももしかしたらできるのかもしれません。また、え iPad を、例えば、気をつけ、気をつく向けに使いたいですとか、そういうニーズにも、えおそらく対応できるのかなと。えそれから子供に使わせたいような場合ですね、そういうようなケースでも活躍する機能なのかもしれません。それから、アシスティブタッチという機能。えこれは、え前からあった機能ですけれども、えホームボタンを物理的に押せない人、 えー、あるいは他のボリュームボタンなんかもそうなんですけれども、そういった、えー、物理的な操作が難しい人のために、画面上にアイコンを配置して、えー、それをタッチすることによって、えー、一連の操作をできるようにするという機能ですね。これも一応ボイスオーバーとの共存ができるようになっています。えー、で、えー、私が試してみてちょっとうまくいかなかったのはですね、えー ジェスチャーを自分で登録して、それに対してよく使うメニュー等を割り当てるというような機能があるようなんですけれども、ジェスチャーを登録するという部分で、かなりボイスオーバーとうまく共存できないのかもしれない。ただちょっとやり方がよく分かっていない部分もありますので、これに関してはちょっと実験不足といった感があります。で、もともとこのアシスティブタッチという機能は、ホームボタンの代わりを提供するというような 位置付けだけだったように思うんですけれども、iOS 6になってですね、かなりいろいろなことができるようになっています。で、ホームボタンを押すというのもそうですし、えー、先ほども言いましたけど、ボリュームのアップダウンですとか、えー、シェイクですね、iPhone を振るという動作、そういったものもエミュレートできるようになっています。で、えっと、ゼスチャーを使わなければですね、ボイスオーバーと一緒に使うこともできるということになっていますので、えー、仮に私が、えー 何らかかの事情で手があままり動かせなくなくってしまう指の力がなくなってしまったというようなケースにおいても使えるデバイスになっているということが言えるのだと思いますそれから聴覚障害系のサポートとしてはですねこれはちょっと実際に動いているところを見たことがないので何とも言えないんですけれども Bluetooth 対応の補聴器とのペアリングができるようになったということが言われていますで補聴器というメニューがアクセシビリティのメニューの中にあります さて、視覚障害者向けのボイスオーバーについて話していきたいと思いますけれども、いくつか、まあ、あの、いろいろあるんですけれども、やはり先ほどから申し上げていますように、漢字の詳細読みができるようになったというのが一番大きいというふうに個人的には思っています。これまで iOS5 までの時代はですね、日本語のテキストを読み上げることはできるんですけれども、一文字一文字確認しようと思ったときに、 その文字が具体的に何なのかというのが正しく伝わってくるような読み上げられ方はしなかったと。していなかったということなんですね。これに対して iOS6 では、いわゆる詳細読みという機能が追加されたことによって、一文字一文字確認することもできるようになりましたし、また、漢字による入力、入力の際の漢字変換も正しくできるようになりました。 で詳細読みという言葉はあまり馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんけれども詳細読みというのはですね今申し上げたように一文字一文字確認していくような場合もそうですしまた漢字変換をする場合もそうなんですけれどもその文字がどういう文字かというのを伝えるための読み,か読み上げの仕方ですね例えば私の名前中根の場合は真ん中の中根っこの根という読み上げをするこれが詳細読みです。 もちろんこれを普通にテキストを読み上げる時にやられてはうっとしくて話になりませんけれども文字を確認する必要がある場合これは「中」とかあるいは「中」とか読まれても何の中なのか人間がついた中なのかどうなのかとかですねそういうことが分かりませんでそのような詳細読み機能が今回追加されたということですね早速デモをしてみたいと思いますまず読み上げの方からやってみたいと思いますけれども 今、ここにある iPhone、iPhone4S に iOS6 を入れた状態ですけれども、これで今、アクセシビリティの設定画面、これは、設定一般アクセシビリティと辿ったところですね。ここに、この画面が出ています。で、この左上のところに一般というボタンがあります。1段階上の画面に戻るためのボタンですね。一般、戻るボタン。 でえー、ここ「一般」というふうにありますがこれを文字単位でちょっと読み上げてみたいと思います一漢数字の1「一」関数字の1と言っていますね「半」一般的の「半」一般的の「半」と言っていますね、えー、このようにして読み上げをしてくれるということですねこれによって文字を、えー、具体的に確認していくことができます例えば他の部分もですねそうですね身体機能サポート見出し 身体機能サポートというのがありますね。これを一文字ずつ読んでみますと。身長、体重の身、身。ちょっとなんか読み上げが変ですけど、身身長、体重の身、身と言ってますね。体、体、体育の体。体、体育の体。機飛行機の機飛行機の機ですね。脳。才能の身体機能ですね、これで。さ。カタカナのさ。 で、ここから先はカタカナですね。サポートということで、カタカナの差というふうに読んでいます。で、えっ、ー、と、これがまあ読み上げですね。では、続いて入力の方のでをしてみたいと思います。えー、ここから、えっ、ー、と、メモに、メモアプリに切り替えます。アップスイッチアップメモ、アップストアップメモ、開くメモ。で、えー、ここでつ、えー、メモなし。メモありませんので、検索。 追加ボタン追加ですね追加をダブルタップしますメモテキスト新規メモメモ戻るボタン新規メモ完了今日9月2日メモテキストフィールド編集中文字モード今テキストフィールド編集中というふうになってますのでここで入力をしてみますでは例えばここで「こんにちは」とでも入れてみましょうか n j k k o CO n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  o i 2ひらがなのこんにゃく今ひらがなのこんにゃくという風に読みましたけどこれはあの、えー、候補が出てるあの推測候補が推測変換の候補が出てるところに指が触れてしまったからそのように読んだわけですねで、えー、もうすでにこのコンのところで、えー、いくつか候補が出てるということですけれども今のようにですね表示されている候補に触れても、えー、詳細読みをしてくれるんですけれども えー、一本指で上下にフリックすると、一つずつ候補を確認していくことができます。えー、例えば、ここで今、えー、下向きにフリックしてみます。ひら最初の、さっきさっき触ったやつですね。カカタカナののこんにゃく候補ひらがなのこんにちは候補どちらかというと、こっちの方が一般的ですよね。なぜこんにゃくが最初の方に出てるのかよくわかりませんが。で、ここで、えー、っと、このままダブルタップすると、これを確定することができます。あちなみに、上向きにフリックすると、 カタカナのこんにゃくに戻るわけですね。で下にまたあ戻ります。ひらがなのこんにちはでここで、えー、ダブルクリック、ダブルタップですね。ダブルタップします。候補全0個中1個自動修正こんにちは。ということで、えー、確定できるわけですね。でこのようにしてまあ入力ができるわけですね。で今は、えー、オンスクリーンキーボードを使って入力をしてみましたけれども。 Bluetooth キーボードを使っても同様に変換の際にはちゃんと読み上げをしてくれますちょっと試してみますで今 Bluetooth キーボードと接続した状態にしましたでここでそうですね例えば今度「中根」とでも入れてみましょうかええ,え今な「中根」とローマ字で入れましたでここでスペースキーを押すと当然「中学の中、中大根の根ねひらがなのです」 えー、中根ですというのが一番最初に出てきましたね。で、えー、っとこれでスペースキーを押し続けていくと、次候補、次候補というふうに、えー、どんどん候補を読んでいけるんですけれども、えー、戻るにはどうするのか。一個前の候補に戻りたいというようなこともあります。で、えー、その場合はですね、実はカーソルキーの左右で、えー、同じことができます。中学の中、中、大根の根、ね。中学の中、中、平仮名のね。今右を二回押しました。で、これを左の矢印を一回押しますと。 中学の中、中、大根の根ね、えー。で、まあとりあえずこれで一回確定しましょう、えー。エンターキーを押します。自動修正、中根、ね。えー、このようにしてブルートゥースキーボードを使って、えー、入力する場合も、詳細読みをさせることができますので、えー、ある程度の分量の文章を入力しなきゃいけないような場合は、まあこちらの方が。 現実的かなという気はしますで。実際、あの、ボイスオーバーと Bluetooth キーボードの組み合わせというのは非常に相性がいいというか、よく考えられていますので、ほとんど画面に触らなくても、えー、iPhone の操作ができてしまう。じゃなぜ iPhone を使うのかという根本的な話になりそうですけれども、まあ、あの、外出先なんかの場合で、視覚障害者の場合ですと、例えば Bluetooth、私は実際そうですけれども、例えば Bluetooth のイヤーピース、イヤースあ、ヘッドセットですね、Bluetooth のヘッドセット、 を使ってボイスオーバーの音を聞くと、で小型のブルートゥースキーボードを使う、でアイフォン自体はカバンの中に入れたまま、ポケットの中に入れたままというようなことを実際にやっています。で結構大体のことができてしまいますね。えということで、えっと他にもですね、いろいろ改善された部分、細かい部分があるのですけれども、デモとしてお届けして、まあわかりやすい、かつインパクトが大きいというのはこの詳細読みが一番なのかなというふうに思います。 何かの参考にしていただければ幸いです。このポッドキャストの配信ページの方にですね、関連するブログですとか、情報へのリンクも掲載しておきますので合わせてご覧ください。それではまた通常のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。 このポッドキャストへのご意見などをメールで募集しています。アドレスは feed feedback.axel.net。ードバック a c k e l n e t です。なお、いただいたメールをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。